マノッチです。オリジナル選手で二刀流やっていきましょう。6月8日、交流戦ですね、阪神戦取っていきます。で今日は新球種の、モイネロカーブお披露目ですね。ラーニングスタートしたばっかなので、まあ、まだ自分のものにはなりきってはないんですけども、まあ、試合中は投げれますと。でモイネロ選手のカーブがねオリジナルだったんだよね。おそらく中身ドロップカーブとかなのかなと思いながら、はい、軽減値800ちょっと大変ですけども、もりもりと使っていきましょう。で、またよしかったも完全に覚えました。あと逃げ球も覚えたかな、はい、この期間中に。んで、選手交流なんですけども、モイネロ選手の交流のある選手に千賀選手がいて、千賀選手もお友達にはなれました。なので、次は千賀フォーク狙っていきましょう。はい、いいでしょ成績ね。この防御率で1位じゃねえのって思うだろう。あのね、まあ、山本由伸選手なんだけど、やべえからマジで。俺さっき確認したんだけど、見ろよこの防御率、ずるくね。もう無理だと思ったもん。あ、ちなみに打撃の方はね全く持っていけない。17番ですね。17位って言った方がいいのかな。はい、あんまり良くないです。はい、コメント読んでいきましょう。北海道に住んどいて夏の暑さは平等に来るわ、南国民に叩かれますぜ。札幌とかそういうなんか近隣の人たちの話は平等に来るじゃないけど、雪かきは平等ではなく不平等じゃない、そういう感じかな。浅村さんのイントネーションって分かれますよね。僕はさで下がらない方で話すんですよね。浅村さんか、俺は上がる方で喋ってるのか。9回にさよなら打たれた時守備位置変えてなかったですね。これさ勝手にやってくんないのそこも俺やんなきゃいけないの、すごく嫌なんだけど。もうみんな勝手に動いてよって思っちゃうんだけど、なんかその設定とかないのかな、わからんからさ、そこら辺はお任せにしたいんだよな。そもそもささやきってひそひそ喋る感じだよね。いやー俺はもう耳の遠い老人ばりにでかい声で喋るかな。ソフトバンクの FA 人的保障で揉めたことによりプロ野球側が制度を本格的に見直してますが、人的保障はなくなると思いますか。なくならないと思う。まあ、ちょっと今回揉めてしまったけど、いやもうプロテクトっていうものがあるじゃん。誰かがなんかその名前が良くないよねみたいなこと言ってたのは聞いたけど、まあ、それはなんかわかるんだけど、プロテクトっていうものがあるから結構しっかりとしたいい制度、ルール制度だと思ってはいるんだよね俺はね。盗塁されすぎなんで肩もう少し上げた方がいいんですかね。これが野手能力なんですけども、まあ肩53か、まあ確かにね。あとキャッチャー15っていうのが守備適性も響いてんのかな今な。ちょっとピッチャーの能力、まあラーニングだよね主にね、そこに時間費やすのがハマってっからな。まああと球速か、まあ、本当にまあピッチャーだよねの能力上げにが楽しくてやっちゃってるから、あと回しかな。いい加減やりたいよね。はい、ということで、やっていきましょう。間違えた。はいはい、波のスピリッツね、行こう。よし、プレイ。ちょっと飲み物飲ましてね。福岡ペイペイドームです。セパ交流戦、福岡ソフトバンクホークス対阪神タイガースの2回戦です。解説は西さん。最近ちょこちょこ時間ができてさ、年末年始に録画してた番組、消化してってんだけど、ちょっとカーブだ、カーブだ、あ、これだ、ドロップカーブだな、多分な、多分ね。で、
オリジナル変化球1球種しか入れれないみたいなのね。だから他の選手から取ってきたものはもう無理になっちゃうね。勇気を与えるようなそんな打席にしたいという思いで自分はやってました。なるほどね。打ちました。あの年末年始のビバン見ましたよ全部。面白かったですね。バッターは2番に入っている高橋。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーは真野。ここまで9勝をマークしています。防御率も0点台と素晴らしい成績でここまで来ています。あ、そういえばあのチーム内評価がピッチャーに関してはエースになりました。佐藤、ツーアウトランナーありません。この回の真野3球でアウト。インサイド落ちました。ファウルになります。いいボールでしたけどね。はい、低めわずかに外れてボール。打球はライトへ。よし、掴んで3アウトです。なんとなくこうもう能力のゴリ押しである程度投げれそうな気はするな。追いかけるタイガースの攻撃。打席には4番バッターマルテ。さてホークスの先発はマノ。もうちょっとカーブ要求してほしいけどな。あそこは手が出ないでしょうね。はい、低めにストレートが決まっています。あっという間に2ストライクです。はい、2ストライクです。いいね、三振取れるね。モイネロカーブ素晴らしい。リプレイが見たい。サムネにしたいだけ。マノ、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ちょっとまあいいや、なんか俺の思ってたアングルと違ったからさ。初球は何で来るか。最初は変化球できました。ストライクです。引っ張った。これはどうだ。一気にレフトへ。ワンアウトランナー一塁となりました。バッターは6番陽川。ヒットでランナーを一塁に置いています。一塁牽制セーフ。ちょっとボール球入れておこうか。ちゃんとね。ファウルになります。いいね、ラッキー。俺今カーブ投げたい。はい、打ちました。痛烈。これはどうか。今はねタイミングが良くなかったですな。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。ホークスピンチになりました。抑えていこう。ワンアウトランナー三塁一塁。改めてお聞きしますが、バッターボックスの木浪、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあそうですね、状況によって変わりますが、もともとはボールを強く叩こうとする意識が強いバッターですね。プルヒッター持ちか。あ、なるほど。ここは見送ります。あんまりカーブ要求されないね。高め怖いな。なんとか2ストライクにしたい。際どいアウトロー。ボール球でもいいか。3球目は何で来るか。惜しいですね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。よし、いいところに決まってますよね。カーブ、はい、変化球が決まっています。首振り続ける。よし、絶対抑えたい場面です。オッケー。ここは空振りでアウトを取りました。初球から際どいコースをついてきます。ああ、よく見ましたね。はい、ストレートわずか打ちました。ボテボテ一塁送球。いや、いいね。三振取りたいところで三振狙える球種があるのがいい。先ほどのプレーになります。めちゃくちゃ楽ちんになる。これは3回の表追いかけるタイガースの攻撃。関東狙いになりそうですね。バッターは9番に入っている中野。ホークス大きく点差をつけて序盤3回を迎えています。よし、ボールになります。カーブ。うわ、やべえ。モイネロカーブマジやべえ。打順はトップに帰って、しかもこんな楽なんだ。先ほどの打席はショートゴロに倒れています。マノ、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。なんか追い込んだらもう勝ちじゃんと思ってるもんな。打順は2番高橋。先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。ツーアウトになっています。今のはよく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール。打ちました。これは浅いフライ。いや、なんかどうにも初球ストライクいっちゃうな。散らした方がいいよね。3回の
4回に入っていきます。タイガース打順よくこの回はクリーンアップから始まります。バッターは佐藤、先ほどの打席はライトフライに倒れています。今のは どうなんでしょう。ちゃんと、まあいいや、もう1球ボール球から入ろう。初球わずかに外れてボール、155キロがいきなり出ました。これはショート今宮取って、ツーアウトです。いいね。バッターは今日 DH に入っているロハスジュニア。前の打席いい当たりを飛ばしてましたよね。打ちました。ストレートに。いいですな。アウト。いいね、抑えれるね。たまらんね。攻撃。打順は6番陽川。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。今日はタイミングが合ってますよね。そうですね。ホークス大きく点差をつけて5回を迎えています。3球で打っていきましたがワンアウトとなっています。初球大きな変化球、得意のボールでストライクを取りました。あーまずってる。ライト下がっていく、下がっていく、そのままスタートに入りました。ホームランテラスか、今跳ね返ってから入ってねえかなと思った。際どいコースに送ってストライク、打った、取りました。はい、ツーアウトになりました。打順は9番中野、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね。ここはしっかりと修正していきたいですね。そうですね。ツーアウトランナーありません。スライダーが決まります。カーブ、ワンボールツーストライクです。次が4球目。やーべえマジ、決め球に持ってった時も三振率 100% じゃない。配球表をご覧いただいています。今日は過去1位は俺が操作してる中で投げています。ペイペイドームからお送りしていますゲームは6回の表に入ります。もう驚異的なカーブ一つでここまで変わるか。近本がバッターボックスに入ります。今のはね、これで4試合連続安打、ミスですね。俺のねタイミングがね。バッターボックスには2番高橋、先ほどの打席はライトフライに倒れています。前の打席大きい走ってきた、キャッチャー2塁送球する、ウェイ、ボールになります。これが3球目。何気に見てたけど阪神ったんだね。2ストライクと追い込みました。カーブ、よし、アウトローやるな。見逃し、いやー気持ちいいストレートもいけるよ。バッターボックスには3番佐藤、たまんねえな。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。初球打ち取りました。一塁アウトで、いいですな。ヒットチェンジです。ヒット4本しか打たれてないよ。7回の表追いかけるタイガースの攻撃、バッターは4番マルテ、先ほどの打席はショートゴロに倒れています。ホークス大きく点差をつけて終盤7回を迎えています。バッターボックスには指名打者のボール球から入ろう。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。初球打ち、これは、うわ今ボール球だったと思うんだけどな。なんか前にコメントあった、ある時から初球叩かれまくるっていう、なんかそういう状況に感じるな今な。打ちました、間の抑えています。ワンアウト。7番バッター木浪、まあホークスとしては逆に叩くならどうぞでいくか、余裕があると思いますけども、気を抜かずしっかり抑えないといけないですよね。打ちました、ヒットになった、やめといた、岩田が、これでマルチヒット、ワンアウト満塁です。際どいところいくか、球威はありましたがボールです。インコース低めのストライク、157キロ、またインロー、さあこれで追い込んでいきます。カーブ低め、これは外れた。カーブもう一球、この球は、ああ外れました。満塁でフルカウントとなりました。ファウルになります。
打ちました。セカンドうまくさばいて二塁アウト。一塁です。よーい、しよ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 し。あと2イニング。8回の表追いかけるタイガースの攻撃。ボール球から入りましょうか。バッターボックスは9番中野。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。前の打席はちょっとタイミング合ってなかったですよね、ここはしっかりと修正していきたいですね。打ちました。伸びていく。このイニングは全部ボール球から入ろう。打順は1番に帰ります。バッター近本。先ほどのヒットはしっかり捉えた打球でしたよね、ここは気をつけないとまたやられかねませんからね。そうですね。マノ、まずは先頭バッターを打ち取っています。いいね。バッターは2番高橋。今日はまだ当たりがありません。まあ、さっきは振っていっての三振ならまだ良かったんですけどね、ここは思い切っていってほしいですね。そうですよね。ツーアウトランナーありません。オッケー、オラ。この打球はフライになっています。はい、あと1イニング。取りました。アウト。よし、感動しようや。ついに最終回を迎えました。タイガース打順よくこの回はクリーンナップから始まります。バッターは佐藤。今日はまだ当たりがありません。ホークス大きく点差をつけて最終回を迎えています。いやー、ふっとしかったな。低めの変化球は決まりません。入りました。スリーボールツーストライクです。打ちました。オーケー、アウト、ワンアウト。バッターのそう、フォアボールも1回も出してないんじゃないか。打率は2割を切っていますが、バッティングの調子はどうなんでしょう。いや、スイング自体は悪くないですし、今日はヒット打った。これはどうか。一塁送球します。素晴らしい。バッターは DH ロハスジュニア。カーブ、先ほどの多分振ってくるセンターへヒットを放っています。9位で殺す。2アウトランナーありません。さあ、勝利まであと1アウトとなりました。まあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。はい、さあ繋げるか。低めの今の危ない。153キロ。はい、このフライはヒットになりました。取れない。ワンバウンドヒットになりました。これで3安打猛打賞。ツーアウトランナー1塁。打ちました。ショートうまくさばいて、オーケー。試合終了に。いや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 。ソフトバンク打ちに打ちました。大量リード。まあちょっと8本だけども、まあね。木浪君のホームランだけか失点は。いや、そうなんですけどね、あの打ってるバッターも、ね、素晴らしいですな。見ていて気持ちのいいゲーム。いいですな。いいですな、素晴らしいですな。よし、終わりますか。ちょっと次の行動日はもう休養になるし、動かすこともないから。あ、選ばれる可能性あるな、これな。いつだっけ発表。ここら辺だっけ、ここら辺での発表だっけ。見たいね。全然あるような可能性な、これな。いつだっけな、7月の1日とかかな、からだよね。上旬ぐらいだよね、選ばれるのね。とりあえず そこら辺取るわ。選ばれる可能性すげえあると思う、俺。その選ばれる瞬間をちょっと動画で撮りたい。はい。じゃあ明日は代表になるかどうかってところですな。はい。終わり。さよなら。Man
か